どうも皆さんこんにちは、こすけです。エヴァンゲリオンコラボガチャという名の、ミサト出るまで引けませんガチャ。引けませんガチャってあれね、引くじゃなくて退けるって、このなんか逃げるみたいな。てかさ、これ何のイベント、なんで復活したのかなと思って、20周年でなんですね。エヴァンゲリオンができて、だから僕は5歳の時に始まったアニメなんですけど、まあいいや。これまで20回動画内で弾いたんですけれども、全て銀です。金が連続で出てもいいと思います。いや金が連続っていうか、いやミサトが出れば終わりなんだけどさ、ミサトが出れば終わりなんですよ。まあ変な話、もう別に銀でも金でも別に関係ないんですよね。ミサトかそうじゃないかって言ってしまえば、ミサトかそうじゃないかなんですよ。だからあまりその心を痛める必要はあるんだけどね、いやあるっていうかないとかね、無理なんですよ。感情ぐらい。23連続の銀ですね。これ記録どこまでいくんでしょうか。はい、24連続の、銀ですね。予告できるわ、次も銀だわ。見てください、見ててくださいね。俺未来予知します。今24回連続銀です。これが25回連続銀です。はい、正解です。ありがとうございます。いや身が深いぞマジで。いやまあ、あーごめん、闇の深さゆえかちょっと画面が落ちた。はい、ごめんなさい、ちょっと動画が落ちてしまいました、一瞬ね。はい、でマリでした。ケース外しました。ちょっとね、ケースの接触とかで、あとこのケーブルがやたらうねってんだよな。はい、ちょっと一休憩ついたかな。そろそろやばい、やばい、動画だと分かっているんだけど、おっし、あーマジかよ。俺こいつ2体出たんだよ、ミサト引くのに。マジかよ。うわー、3体目進化。おー、いやでも俺もう金出た時のあのガッツポーズ返せー。いやマジかよ。いや待ってマジきつっ。ちょごめんね、もうちょっとあの10回とか言っといてなんなんだけど、多分これ12回ぐらい、だってこれ30回、だパート3だもんね。30回引いたってことだよね。32回、金1つ、やっべえ、俺こんな予定じゃなかったんだって、本当に。こんな予定ではなかった。だって俺動画編集担当の人にさ、いや、エヴァガチャコラボ多分、そんな増え、多くてまた2本ぐらいとか、余裕こいって、ごめん、3本目、ごめん、4本目確定したわ。マジか。いやでもね、この分だけ
皆様のね、見てくださってる方かもしれませんし、そうじゃないかもしれませんけれど、そういう、まあ、僕以外の、もう正確に言いましょう、僕以外の、方々の誰かのところにこう美里さんとかがちゃんとポロッと1回とか出て、1回とか2回とかでね、ポロッとこう来てると思いますのでね、手に入れられた方、それは僕のです、返してくださいとかね、そういうのことも言いません。やばい、マジでやばい、何言ってるか分かんない、意味が分かんない今の会話の、すいません。はい、ということでパート4でお会いしましょう。バイバイ。